どうも始まりました、アースファミリーチャンネル。どうもトミちゃんです。どうもシマくんです。よろしくお願いします。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。季節は大変春になってきました、世間ではあの花粉症とかすっげー増えてるわ。今年のモールとかむっちゃ多いの。黄砂もやべえ。まあとにかくですね、体調不良には気をつけていただきながらも、今日のこの動画を見て美味しそうだなと思っていただけましたら幸いでございます。はい、というわけでございまして、シマくん、はい今日の動画は何今日はお米です。お米でございます。えい、うちって今何品目お米あったっけ。何農家さん。農家さんは10よね。まあ今までもね、石槌であったりとか、わけの清麿であったりとかのご紹介してますけど、今日は違う品種の、そして違う県で作られてるお米でございます。はい、しばくん、はい、何のお米の紹介ですか。今日はね、コシヒカリなんです。おー、コシヒカリ。こちらのお米は島根県で作られているお米でございます、はい、今日はこちらのお米を食べながら、いろんなねお米がありますけど、このお米はちょっとね特別なお米でございまして、そちらの話を今日はさせていただけたらなと思います、はい、それでは早速やっていきましょう。というわけでございまして、お米の準備ができました。はい、映像をね見ていただいたと思いますけど、今回はこちらの天空コシヒカリを食べながらご説明をさせていただけたらなと思います。今日はですね、このお米と合わせまして、シマくんの大好物でございます。はい。酸っぱいもの好きということでございまして。しそ梅でございまーす。はい。前回も、もう去年か、ご紹介した。去年よ。うん。山本農園さんのね、梅干しでございます。はい、まずは、何もつけずに食べていきましょう。ね、いただきまーす。いただきまーす。これうまいんだぜ。そうやね。うん。色立ちがすげえ。すげえ。やっぱコシヒカリはほんまにしっかりしとるね。ほんとに粒がいい。粒揃いもいいし。そうよね。形きれい。米もしっかり立っとりまして。うまい。これうめ。固めが好きな人はやっぱこれがいいよね。お米、寒いところの方が美味しいんやろうね。そう、それは思ってた。結局、農作物って、標高が高いところと低いところで、もちろん、その標高に合った作り方っていうのがあるんですけど、個人的な考えというか、食べた感想で言ったら、標高高いところで取れる農作物って基本美味しいって思ってるんだよね。だからこの島根とかも、仁田っていうところで作ってるんですけど、簡単に言ったら岡山と比べたら全然標高の高いところで栽培をされてるんですけど、まあ、うまいと思う。うまめ。今度はね、梅を。いいものにいいもの入れましょうよ。シンプルだけど、これがめっちゃうまいんだよね。日本人でよかったって感じだね。さあ、日本食や。閣下でございます。もうめでたいよね、紅白で。あ、確かに。いただきまーす。イエーイ、いただきまーす。もう酸味が入った瞬間にね、うめえ。あんこりゃあうわうめえやっぱ改めてうめえ。うまい。梅干しによう合うな。これはもちろん単体でも美味しいんですけど、掛け合わせた時やばいよね。あ、足し算じゃないね、これ掛け算やな。めちゃくちゃうまいと思う。最高やな。さすがっすね。献上米ですから。美味しい献上米でございます。天空コシヒカリはですね、数年以上前の話なんですけど、皇室に献上するお米っていうのが毎年選ばれるんですよね、で実は
こちらの天空コシヒカリは皇室に献上するお米として実は選ばれたことがあるんです。素晴らしいんですよ。すごいお米なんですよ。本当におすすめなお米でございます。うん、アースファミリーでも天空コシヒカリ取引させてもらってますけど、うん、ただ残念ながらね、これ弱点があって、うん、通年通すってあるかって言ったら、実はそんなにないケースの方が多かったりします。お客様でパンが多いんですよ。そう。いろいろうちお米あるんですけど、ちょっとこの天空だけは結構別格なんですよね。コアなファンが多いです。はっきり言ったらうちのお米の中でもこれだけはちょっとね、お値段少し高いんです。でも毎年うちが仕入れさせた分ってなくなるもんね。なんだろう、高い。予定してたこの時ぐらいまであるかなーっていうのを大体前倒しでなくなっちゃう。そうなんすよ。だから一部のお客様からも、ないの?とか、うん、お店側のお客様からそういうお声いただいたりとか、うん、だからすごい人気のお米でございます。はい、ぜひね、こういう話はまた聞いて、うん、アースファミリーはもう自慢のお米がたくさんございます。こういったものも、たまにはいかがでしょうか?いつもいつもこの天空コシヒカリを食べてほしいとかじゃなくて、うん、たまにはちょっとこういうのもいいかな。まあね。おすすめしたいなということで、今回ご案内をさせていただきました。はい。というわけでございまして、本日ご紹介をさせていただいたのはこちら、島根県で採れました天空コシヒカリのお米でございました。こちらの動画良かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。